プロボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上直也、30イコール大橋、が29日、井上直也出演。エキサイトマッチ SP、井上直也 VS タパレス、2月5日午後9時からワウワウライブオンデマンドで放送、の収録に臨んだ。一部報道では防衛戦となる次戦では WBC 世界同級1位ルイスネリ、29メキシコ。 と5月6日に東京ドームで対戦することが決定的と報じられているが、報道が出てる日にちと東京ドームの空き状況を見ると、なんとなくここかなっていうところが見えてくる。そうすると結構みんな来やすいんじゃないかなと思う、と笑顔ではぐらかしながら、そこに向けてなんとなくはやっている、と今月中旬から次戦に向けたジムワークを開始していることを報告した。 東京ドームでのボクシング興行は90年のタイソン・ダグラス戦以来34年ぶりとなる。過去に昨年3月の WBC や音楽イベントに客として訪れた経験もあると明かし、ボクサーで東京ドームでメインを張るとなれば、それはモチベーションになる。あとはそこを満員にできるかどうかもモチベーションの一つになってくると強調した。対戦相手として名前のアガルネリに対しても、 実力はもちろんあるし、回転力の中に力強さも入ってくる。侮れない相手ではある、と警戒した。17年8月、当時の WBC バンタム級王者の山中晋介に KO 勝ちしたが、その際の検査でドーピングの陽性反応を示した、悪道、に対し、今回そこに関しては厳格に行きたいと思っている。できれば週1くらいのペースで、と真っ向勝負を歓迎した。 その上で、過去の因縁を持ち込んで試合をしようという気はない。この試合が決まれば自分対練りの戦いとしてしっかりと挑んでいきたい、と強気に話した。